一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。ただいまの決議に対し、高市総務大臣及びもみぎ日本放送協会会長から発言を求められておりますので、この際これを許します。高市総務大臣。ただいまご決議のありました事項につきましては、そのご趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。もみぎ日本放送協会会長。日本放送協会の平成28年度収支予算事業計画及び資金計画につきましてご承認を賜り、厚く御礼申し上げます。本予算を執行するにあたりまして、ご審議の過程でいただきましたご意見並びに総務大臣意見のご趣旨を十分に生かしてまいります。またただいまの付帯決議は協会運営の今後 NHK 予算は衆議院では3月24日の本会議で承認されており、これで国会で承認されたことに運用で利益を出していました。どちらも運用先の半分程度は国債が占めています。しかし日銀がマイナス金利政策を導入した影響で国債の利回りは低下しており、預かったお金をどのように運用していくかが課題になります。日本の国債以外の運用をリスク管理を十分にした上でという前提ですけれども、そちらの方を増やして、いろいろ金利の高いところ、もっと収益の上がりそうなところの方に運用を深掘りしてやっていこう。 iPS 細胞から人に移植が可能な純度の高い心臓の筋肉細胞を作り出すことに慶応大学の研究グループが成功しました。早く、そして福井では平年より9日も早く満開となりました。さあ、お花見には天気が重要ですが、あいにく今日は雨の降るところが多くなりそうです。九州から今夜には関東地方も雨の降るところがありそうです。傘をご用意ください。では雨の様子を見ていきましょう。現在西日本中心にこのように雨が降っているところが多いです。特に四国の太平洋側、高知県など一部雨足の強まっているところもあります。ではこの後の雨の見通しを見ていきましょう。朝6時から動かします。西日本から東海地方にかけて広く雨、特に西日本の太平洋側、高知県などこの後午前中にかけても雨足の強まるところがありそうです。落雷や突風にも気をつけるようにしてください。この後見て、 125cc を超えて 250cc 以下のオートバイは2400円から3600円に、 250cc を超えるものは4000円から6000円に引き上げられます。慢性的な渋滞で大気汚染が深刻なタイでは環境に優しい車への関心が高まっています。こうした中、自ら開発した小型の電気自動車の売り込みをかける日本のベンチャー企業の動きを取材しました。こちらが完成したばかりの試作車です。最高時速85キロ、6時間の充電で100キロ以上を走行できます。よろしくお願いします。はい、今回特別に試乗させてもらうと、加速がスムーズでですね、思ったよりもスピードが出ます。車内の音も非常に静かで快適なので、飛行機の操縦桿のようなスタイリッシュなハンドル、洪水の多い東南アジア向けにユニークな機能、緊急時に水に浮くだけでなく水上でゆっくりと前進することができます。